ロイヤルティ諸島、またはロワイオテ諸島及びプロヴァンスデジルロイヤルティ。ロワイオテ諸島州は南太平洋にある諸島であり、フランス領ニューカレドニアを構成する3つのプロヴァンスの1つである。地理的区分と行政区分が異なる。ロワイオテとは18世紀に同諸島を発見したイギリス人商人が英語で命名したロイヤルティを不都合訳したものである。 ロイヤルティという名は、1789年から1790年の南太平洋交易の航海でこの島に到達し、発見したロンドンを本拠とする船、ロイヤルティに由来するとされる。地理的諸島としてのロイヤルティ諸島は、リフー島、マレ島、ウベア島、ティガ島の4つの主な干渉とウォルポール島から構成される。 行政的プロバンスとしてのロイヤルティ州は、リフー島とティガ島、周辺の小島を含めたリフー、マレ島を中心としたマレ、ウベア島を中心としたウベアの3つのコミューンから構成され、ウォルポール島は、行政区分としては、ヌーメアを首都とするプロバンス首都の、コミューンイルイコールデイコールパンに属している。主要な輸出品は、コプラ、石鹸である。ありがとうございます。